はい、皆さんこんにちは。芸人ゴーカーさんちゃみです。マイクめっちゃ広角レンズだから映ってる。はい、私は今淡路島に向けて車を走らせています。7月1日から新しいキャラクターのボトルと新しいキャラクターのフード、善逸と猪助とトゥンカロンも新しくリニューアルされたんですかね。そちらの方を食べに行きたいと思っておりますよっ。そうなんですよ、7月1日からなんですよ。今日は7月4日です。ちょっと出遅れました。週末から始まるイベント絶対行けませんからね私早め早めから分かってたらよかったんですけれども、二次元の森さんも全然発表にならないなと思ってたんですよ。新しいフード、そろそろ電話して聞いた方がいいなと思っていたら、いよいよスタートだということで喜んでおります。それからあのグッズもたくさん新しいの出てますよね。私グッズが新入荷してから全然二次元の森に行けてないんですよ。なので今回は新しいフード、それからグッズで、今日雨降ってるんですよ。雨の日のキャラクターカードももらえるとツイッターで読んだので、そちらの方も見ていきたいと思います。朝から何も食べてません。今日はようさん食べれそうやな。というわけで二次元の森に到着しました。まずレストランの方に向かいたいので、それに5度近い F 駐車場の方に駐車しました。今日は月曜日で雨ということもあってちょっと落ち着いた感じですね。久々に来ましたけれども、やっぱり入場料いらないし駐車場代金かからない、ほんまに最高ですよね。あ、子供たちと来たかったな。夏休み中にまた連れてってあげようと思います。ひとまずメニューなんですけれども、善逸のオムライスを食べようと思います。猪助のハンバーグもめっちゃ気になってるんですけれども、ちょっと多いかな。お腹に余裕があったらトゥンカロンの方も食べたいんですけど、食べれるかな。前回のメニューがめちゃくちゃ大盛りだったので、いや今回も多分大盛りだと思うんですよ。そんなに量なかったら食べれるんですけどね、ちょっと残すの怖いので、ひとまずオムライスだけ頼んでいこうかなと思います。森のテラスさんの方に来ました。メニューが新しくなってますね。たので行ってきます。早い。見てください、これはめっちゃかわいい。オムライスにサラダとクッキーもついてます。めっちゃかわいいです。こちら煉獄さんのボトルです。まだまだボトルたくさんありそうですね。売り切れてなかったのでひとまず1本買いました。お味は何味なんでしょうね。後で飲んでみたいと思います。オレンジっぽいですね。で、ここに二次元のロゴがついています。はぁ、幸せ。オムライスは意外にちっちゃかったので、ハンバーグも多分私食べれると思います。ちょっと注文していきたいと思います。めっちゃ美味しそう。まず煉獄さんのジュースから飲みます。オレンジかな。すごく美味しいです。美味しいです。ご飯もパラパラっとしていて
もちょうどいいです。もう煉獄さんのパスタめっちゃ大盛りだったじゃないですか。だからちょうどよかった。卵がふわふわしていて美味しいです。凝ってますよね。めっちゃさくらちゃん食べさせてあげたかったな。もう半分食べちゃいました。全然大丈夫。2つぐらいですよ、という間にご飯の方だけ食べちゃいました。サラダもいただきたいと思います。これは開けて残して食べます。このすけのハンバーグです。めっちゃ可愛いですね。下にご飯が乗っています。ポテトは多分日輪刀をイメージされてるんでしょうかね。お野菜もいっぱい乗ってますし、芋もちゃんと乗ってます。この可愛いのすけのお顔を食べるのはちょっとかわいそうなんですけれども、美味しくいただきたいと思います。ハンバーグソースをもらいました。かけていきましょう。かわいそうなので周りにかけました。ではいただきます。おいしい。すごく柔らかい。おいしいです。もうね、さすがにお腹いっぱいです。でも善逸のオムライスが小さくて助かりました。もっとすごいのかなと思ってたんで、ちょうどいい量でした。ハンバーグもすごくふわふわしていて美味しかったです。ハンバーグもものすごいボリュームだった。どうしようと思ってたんですけど、47歳のおばちゃんでも2つのメニュー完食できたので、皆さん大丈夫だと思います。まあ大食いなんですけどね。トゥンカランは次回の楽しみにしたいと思います。はい、ということで車に乗って E 駐車場の方まで移動してきました。こういう時って車便利よね。めっちゃ遠いから、だいたい20分ぐらい歩くから。そう、いや食べた分ね、歩いたらええのは分かってるよ。分かってるけど、もう雨上がってごっつ暑なってきてんねん。ちょっと無理やわ。自分に甘い47歳のおばちゃん、車で移動してきました。はい、鬼殺隊本部まで来ましたんで、いや鬼殺隊本部じゃんか、本部受付まで来ましたんで、キッチンカーの様子とグッズ見に行きましょう。レッツゴですけれども、森のテラスさんじゃないと買えないということだそうです。お店の方がね、すごく丁寧に教えてくださいました。でそれから雨の日シールですか、あれが私イベント始まった時にはなかったんじゃないかなと思って、スタッフの方に聞きましたら、やっぱり途中から導入されたシステムだったみたいです。チケット購入された方に、雨の日に来てくださってありがとうございますとシールを
くださってるということです。炭治郎牛さん、炭治郎牛さんの順番で配布されているみたいです。なので炭治郎が出たら次牛さん、牛さんが出たら次炭治郎っていうような並びになっているということです。謎が解けました。なるほどね。はい、グッズ売り場の前に来ました。ではグッズ見てきます。はい、というわけでグッズを買ってきました。では駐車場に戻ってグッズ見ていきたいと思います。楽しかった。グッズ買ってきました。ちょっと見ていきたいと思います。いやーもうね、あっという間やね。ほんまお金なくなるのって怖っと思いました。何を買ったかっていうと、そんなに買ってないんですよ。本当にもう数アイテムなんですけど、いやー怖いな怖いな、怖いですね。4,978円、約5,000円分買ってます。何買ったっけっていうぐらい早いですね、お金なくなるのって。本当にめっちゃ怖かった。こちらじゃじゃん、新アイテムのクミカ買ってきました。こちら価格が330円です。で煉獄さんだけ買ってきました。我慢しました。これそのままハガキで送れるんですね。わーめっちゃ可愛いですね。これでお便り届いたら嬉しいですよね。でこちらじゃ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 ーん、プチタオル買ってきました。こちらが煉獄さんで、後ろはねもう何もないです。シンプルです。でねずこちゃんと善逸、これね善ねずはさくらちゃんのお土産に買いました。748円、税込みです。わ鬼滅やからね高いよね。はい、でこちらが手ぬぐいです。手ぬぐい好きやろおばちゃん、すぐ手ぬぐい見たら買いよんねん。はい、でも柄がねめっちゃ可愛いんですよ。この爽やかな水色もいいでしょ。はい、こんな感じです。わかりづらいか、ちょっと今日スタジオじゃないからあれなんですけれども、はい、上からちょっと順番に、じゃじゃじゃん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 と、このような柄になっております。いや本当にねこれ新商品で入った時からもう絶対可愛いな、手ぬぐい一番欲しいな思ってたんで、手ぬぐいゲットしてきました。こちらの手ぬぐいは1100円だったと思います。合ってるかな。あ、え、手ぬぐいは、あ、はい、そうですね合ってます。はい、1100円です。合ってた、よかった。はい、そしてこちらチョコマシュマロ、家族のお土産に買いました。まあ、うちの家族ねみんなチョコ好きなんですよ。でもチョコクランチほんま買いたかったんですよ、ねずこちゃんの背負い箱の。デザインも可愛いしチョコやしいて、だけどね2000円ですよ、2000円。うわー、ちょっと手が出なかったかな。もうちょっと背負い箱がなんかこう本当に箱みたいになってたりしたら多分買ってたと思うんですけれども、普通の箱でねずこちゃんのカードがついてる、カードかなんかシールかな何かついてたので、うわーちょっともうこれは我慢しようと思って、こちらのマシュマロだけ買ってきました。プリントクッキーもめっちゃ可愛かったんですけどね、我慢しました。まあイベントも続いてるんでね。で最後こちらです。じゃ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 ん、こちらがクリアファイルです。 A4 のクリアファイルになってまして、私の大好きな推しカップのファイルとなっておりますが、これも絶対マストでしょうということで、もう無条件で買ってきました。価格は440円、まあこれ絶対買いますよね。はい、というわけでお土産屋さんで4978円買ってきました。本日の出費、善逸のオムライス1870円、イノスケのハンバーグ1870円、煉獄さんのドリンク1700円、グッズが4978円、合計金額は1番飛んで418円でした。お金なんてあっという間。はい、というわけでこの度は二次元の森で新しいフード食べてきました。トゥンカロンだけね今日食べれなかったのでまたリベンジしたいと思います。そして7月の14日からは鬼滅の刃のかき氷も始まるということで、これも絶対食べたいなと思っておりますので、またまた二次元の森に来てレポートしていきたいと思います。はい、というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ガブーン、はぁ、あ、また働こう。